こんにちは、三沢幸香です。はい、というわけで今日は実は私が出演している馬娘プリティダービーのガチャ更新日でございます。そしてなんとなんと待ちに待った桜幕新王の新衣装でございます。待っておりました。お下げ髪のとっても可愛い桜幕新王ちゃんの新衣装が出たということで、引かねばなるまいということで今日は動画を回しております。はい、ちょっと待って、今時間がね、2023年4月28日金曜日11時56分でございます。あと4分でガチャが始まりますよ。緊張しますね。というわけで今回私は気合の入れ方を皆さんに見せるために、このもう売ってはいないんですけれども、見えないから売ってはいませんが、はい、こちら、キャラソンがね、ゲームとかアニメとかの前に出ていたんですよ、実は。はい、そしてやっぱポニーテールっしょ。ね、ライブにも持っていったこちら、 YouTube っぽくするとこう、なんだっけ、強者のコマです。結構ゲーム内の1コマ漫画とかで私にぴったりなコマですねみたいな、私もあんまり将棋詳しくないんですけど、すごいまっすぐ進むらしいんですね、この子の動きって。他の子もってこう斜め前に行けたりとか、後ろに行ったりとかするんだけど、この子は前にしか進まないらしいの、まっすぐ。だから私に ぴったりですねみたいなことを言ってる1コマ漫画が2つくらいあるんですね。で、なんでこれはサードライブの時のために私は買いまして、サードライブもこれを持って行って出演しました。懐かしいですね。あ、59分になった。出るかな。私はもう、決済停止の爆心よと呼ばれたことがあるくらい、あまりにも短時間で1万円ずつデュエルにした結果、不正利用を疑われて1回止められるっていうね、カード会社にカードを止められるってことはあったんですよ。でも限度額は大丈夫です。限度額は無限大なんです。今回は趣味っていうか運命っていうかデスティニーっていうか、やんなきゃいけないことじゃないですか。やっていきたいと思いますよ。いや、どうする、ゲーム起動中、追加データをダウンロードします。この画面ね、Wi-Fi、 うちの家の Wi-Fi 早くて助かる。すごい勢いでメモリが進んでおります。さて何年になるのかな。あ、これね、マチタンかわいいよ。コロン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 、服着たるもね、ちょっとかわいそうになり、そして登場。ここにも爆心映ってるからさ、取らなきゃじゃない。かわいい、ミホのブルボン目キラキラさせながらいっぱいお口もぐもぐして、桜ローレルさんもね、普段の儚さとは別に力強い何かをしてらっしゃいますね。イベントのね、ネタバレはしないようにしておきます。それでは引いていきたいと思いますが、めっちゃ緊張してきた。まあ出なくてもね、出るまで引くんですけどね。はい、じゃあいきます。10連目、お願い。あ、なんかそうでもない手綱さんの感じがしますよ。どうせ
なら一緒に大波乱起こしてみません？一発釣り！青雲サミンが西洋スカイ！え、マジで？普通にめちゃめちゃ嬉しいんだけど。桜爆信号！ナイスネイチャー！ゴールドジップ！え？めちゃめちゃ良くない？いいですね。さあ、まあまあまだまだ桜爆信号は星1ですけどね。あ、でも星3の西洋スカイ来たのが運を使い切ってしまったのか、それとも、私たちに、素晴らしい、なんて言うんですか、うん、ものが来るよというのを教えてくれているのか、どっちかですね。さあ20連目、あー激アツではない、激アツではないが、大きいね。あーお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 ー、アグネスタキオン、イエス、マチカル服来たる、アグネスタキオン、マチカル服来たる、ツインターボ可愛いね、スーパークリック、中距離強いツインターボ、キングヘイロー、アグネスタキオン、エルコンドルパサー、めっちゃ来ましたね。はい、まあ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 、ガチャってこんなものでは。30連目、あ、激アツではないね。3、4、5、6、7、8、9、10、ああ10がなんかどうなんでしょうね。アグネスタキオン、メジロライアン、あ、え、そうじゃなかった、ああ、まあエルコンドルパサー、イエス、メジロライアン、キングヘイロー、メジロライアン、メジロライアン、アグネスタキオン、アグネスタキオン、エルコンドルパサー、なんかさ偏ってない？短距離馬が出てきてなくないですか、あんまり。短距離とかさ、先行とか逃げ出てきてないっすね、あんまり。何の布石なんだろう。次40連目、メジロライアン、ウィニングチケット、エアグルーヴ、おっ、マジ短距離来ないな。まあまあまあ、桜爆心音いましたからね。まあ違うんですよ、私が欲しい桜爆心音はお下げでおでこ出ててへそ出しの、あの見たことない、でもちゃんと印象らしいあの衣装が見たいんですよ。じゃあ50連目来い、来てくれ、マジで。もうネットニュースで爆死んおって書かれるの嫌なんや。来てくれ、おおおおお、めっちゃキンキンキンだけど、レインボーが欲しいな、レインボー、あー、うん、レインボーが欲しいな。桜爆信号、ゴールドシップ、ゴールドシップ、ナイスネイチャー、アグネスタキオン、マチカネ服来たる、キングヘイロー、キングヘイロー、ナイスネイチャー、ウォッカ、おお、いっぱい女神像とね、おまけがたまっていって嬉しいね。60連目、
の引きの弱さ。アグネスタキオン、ナイスネイチャー、桜爆心号、桜爆心号、春うらら、ナイスネイチャー、キングヘイロー、ナイスネイチャー、ナイスネイチャー、マヤのトップガン。来るんかな。まあまあまあ出すまで回すんですけどね。大丈夫かな。それでは70連目いきます。いきましょう。なんかさ、上のメッセージの部分でいろいろ変わったりするらしくない？あ、なんかちょっとさっき言った違うよ、上のメッセージ。あ、金。キングヘイロー、待ちかね服着てる。アスタンマーちゃんです。ウマ娘です。覚えていてね。かわいい、まーちゃん。でももう出会ったことあったの、実は。いやでも嬉しいですね。何度会っても嬉しい。こういうこともあるんだ。ダイワスカーレット、ウイニングチケット、ウイニングチケット、ツインターボ、ウイニングチケット、桜爆心号、マチカネタンホイザ、ひゃー、よいしょ。さあね、麻雀来てくれましたけれども、80連いきます。あ、上のメッセージ違う。おお、私と一緒に探してくださる？姫！ファインモーション、ニューではないところにね、ちょっとね、私の闇を感じますでしょ？いやー嬉しいですね。でも結構使ってますよ。可愛いからね。ナイスネイチャー、待ちかね服来たる、春うらら、メジロライアン、桜爆心号、ツインターボ、春うらら。みんなの応援キャッチしました。えいえい、ファイトーだー。ブルーターミュランス、マチカネタンホイザーということで、今回のイベントキャラというか、まあピックアップされてるウマ娘2人中の1人、マチカネタンホイザーゲットしました。これ結構ね、やっぱ強そうで、スキルとかね、欲しかったんです、普通に。だから桜爆心を狙ってる時に来てくれたらいいなと思ってたので、嬉しいです。やったー、育成ウマ娘が増えるって幸せが増えますね。そして普通バージョンというかね、今まで通りのマチカネタンホイザー。え、2枚も星さんあるやん、いいじゃないですか。そしてじゃあ次90連目。はあ、ロングショートスター、レインボーありました、レインボー。桜爆心号、エルコンドルパサー、待ちかね服来たる、桜爆心号、エルコンドルパサー、
を発見。いたずらしてやるのだ。ハートは危ないね。ほい、ウィックドパンク進行ウィンディニュー。初めての星さんは娘結構出てきますよ。ナイスネイチャーエルコンドルパサー。え、何、結構良くない？ただし爆心音だけ出てこないけど、いや今まで爆心音はいつ引いたって出てくるから、なんかこんな気持ちになったことはなかったんだけど、いやでもニューの新しい育成ね、ウマ娘に出会えるのは幸せなことなんで、次行きましょう。これで100連です。来て、あー大丈夫かな、メジロライアン、メジロライアン、待ちかねふか来たる、メジロライアン、ナイスネイチャ、ツインターボ、アグネスタキオン、ハリウララ、グラスワンダー、ダイワスカーレット。はい、すごいすごい勢いでね、ライアンが溜まっていきますけれども、育成馬娘ポイントってさ200だよね。でもね、今まで私お得な購入キャンペーンの時とかに絶対いつか欲しい馬娘が来るはずだから、まあ、ほぼ毎回欲しいので、お得ななんか購入キャンペーンがある時に結構優勝のジュエルは買いまくって置いてあるので、今回はクレジットカードが必要ない可能性があります。今までのね積み重ね。さて110連目いきたいと思います。激アツって出た、激アツ、一応激アツ、マジ激アツ、激アツ、本当マイフェイバリットザフェイバリットスターって書いてある。おっ、金金、どうなるどうなる、金しかなかったけど、桜爆心よ、キングヘイロー、おー、私が勝利へ導きましょう。だって学級委員長ですから。レッドホットリーダー桜爆心のやったー、天井行かずに済んだー。来るんだ欲しいキャラって、天井までに。嬉しい
り110までいってるわけですよ、育成ウマ娘ポイントが。おまけのピース欲しいですよね、やっぱ強くしたいじゃん自分のキャラで。ピックアップ期間にさ、あのおまけいっぱい得た方がおまけの枚数のピースも多いし、私のね、レッドホットリーダー、レッドホットチリ違う、レッドホットリーダーの桜爆心王のピースがね、いっぱいもらえるってことじゃないですか。だから、覚醒できますね。ということで、ラストの200連目、もう記念ですよ。もう先にもう得てる、2枚得てるから、もう記念の余裕の天井初体験余裕の記念の200連目いきましょう。
もうなんか今までらしいというか、いつも通りの馬娘のガチャが返ってきたなという安心感とともに、育成馬娘ポイントが交換可能数になりました。というわけで、さあ、交換ラインナップからね。どっちもさ、獲得済みっていうこの幸せな表示ある？ピース付きなんでね。じゃあレッドホットリーダーを交換します。対象の育成ウマ娘と交換して女神像とピースを獲得しました。あー満足、はあ、幸せ。ガチャって幸せをくれるな。ナスまで引いた後に天井に余裕を持っていける、こんな機会初めてです。というわけで皆さん本当にありがとうございました。見てくださり、いやなんかすごい冷や汗もかいたし、嬉しい汗もかいて、めちゃめちゃ嬉しいです。皆さんもぜひレッドホットリーダーの、桜爆心音をゲットしてみてください。というわけで、みそらさちかでした。バイバーイ。